メトロリンクはアメリカ合衆国カリフォルニア州南カリフォルニア地域で南カリフォルニア地域鉄道局が所有しアムトラックにより運行されている通勤列車システム8本の運行経路と55駅で構成されており総延長824キロ電化はされておらず運行はプッシュプル方式報告記号はスカックスこの鉄道はロサンゼルス郡。 サンディエゴ軍、オレンジ軍、リバーサイド軍、サンバーナーディーノ軍、ベンチュラ軍にまたがり運行されている。ロサンゼルス軍においては、地下鉄、メトロレールと連絡し、サンディエゴ軍では、通勤列車コースターとライトレールのスプリンターと接続している。その他、アムトラックのパシフィックサーフライナー、コーストスターライト、サウスウェストチーフ、 サンセットリミテッドなどの長距離列車とも接続している。この鉄道は1991年にスクランによって設立され1992年開業。2011年度の統計では平日で4万1000人以上の利用客があった。いくつかの近郊地域や都市に加え、ロサンゼルスのダウンタウンやボブホープ空港、カリフォルニア州立大学、エンゼルスタジアム、 サンクレメンテ・サンバシなどにも通じているほか、毎年開催される、ロサンゼルス軍祭会場となるポモナにある、遊園地フェアプレックスまでの特別列車が、運行されている。また、ベンチュラ遊園地や、オートクラブスピードウェイで行われるナスカール、イベントなどが開催される日には、平日の早朝と午後に乗降客のピークを迎える。列車の運行時間は、早朝5時から午前九時。 15時から21時までの間となっている。メトロリンクの運賃体系は基本定額料金が設定されており、そこから一駅ごとに25セントの距離別加算が行われる方式を採用している。また乗客はロサンゼルス並びにオレンジ群でほとんどのバスに乗車することが可能であり、同様に有効な乗車券やパスなどにより、メトロレールの乗車も可能としている。 また、定期券保有者は、ロサンゼルス、オレンジ軍、ベンチュラ軍において、アムトラックが運行する、パシフィックサーフライナー、及び高速バスが、レールにレールプログラムを介することにより利用可能としている。燃料と人件費の増加により、毎年7月に運賃が値上げされており、リストラによる一時的な、大幅値上げが行われたものの、平均して、 年3.5%から5%の間で、値上げ率が推移している。またメトロリンクが使用する機関車は、ディーゼル車両であるため2002年の原油危機により、原油価格が高騰し2003年以降、運賃上昇に拍車をかける結果となっている。夕方のラッシュアワーにロサンゼルスユニオン駅へ向かう、上り列車と降り列車スクラは1990年に、 サザンパシフィック鉄道から175マイルの軌道、整備施設、駅などを4億5000万ドルで購入している。同年ロサンゼルスユニオン駅の使用権を1700万ドルでサザンパシフィック鉄道から購入している。その後ロサンゼルス軍都市圏交通局が買い上げ、所有している。1991年に設立。 1992年10月26日にベンチュラカウンティ線、サンタクラリタ線、サンバーナーディの線の運行はアムトラックにより開始している。1993年にリバーサイド線が、1994年にはオレンジカウンティ線がそれぞれ開通している。1995年にはやがてカリフォルニア周発となる。 近郊通勤型列車を運行することになるインランドエンパイアマイナスオレンジカウンティ線が開通している。1995年にオレンジウンティ線は列車数を増やす強化策をとっている。2002年に91線が開通し、現在の運行路線数となっている。2004年7月にメトロリンクの運賃体系が変更されており、ゾーン体系料金から 距離別料金へと変更された。2005年からの5年運行契約をベオリア、トランスポールに与えている。同年、オレンジ軍交通局は2009年まで、オレンジカウンティ線とインランド、エンパイアマイナスオレンジカウンティ線に対し76本まで、運行本数を増加させる計画を承認している。2006年11月には、メトロリンクのサービス工場とリニューアルを含んだ。 追加財政措置が投票により承認されている。なお計画されていた、ヨーバリンダ駅は、地元住民の反対により計画中止措置が2005年に、取られている。2008年7月には利用者数が、前年比16%増となったことが発表された。2008年に発生した26名が死亡し126名が、負傷した。 シャツワース列車衝突事故を受け2009年から安全対策が取られており、運転士が運行中に使用が禁じられている、携帯電話などを使用していないかなどの法令順に主運転を監視するため機関車運転台に内向きの監視カメラが設置されている。2009年に制定された経済復興政策であるアメリカ復興、再投資法により2億ドルの資金提供を受け、 この資金により列車制御システムや自動列車停止装置の開発を行っている。2010年にはアメリカ国内において第1号となる対衝撃車両の納入が行われている。なおアムトラックは2010年7月に運行契約を取り戻している。2009年第4四半期の平均平日の利用者数は38,400人であった。2010年 予算カットに見舞われたメトロリンクは会議で経費削減案が議決されインランドエンパイアマイナスオレンジカウンティー線で日中の運行本数削減並びにインランドエンパイアマイナスオレンジカウンティー線オレンジカウンティー線双方で週末の運行本数削減が行われている2011年5月時点で平日の平均利用者数は4万1000人である 調査から平日90%以上の人々が一人もしくは相乗り制度を使い車で移動しているという典型的な車社会であることが明らかになっているがメトロリンクはこのうち2万5000台分の車を列車に置き換えられることができるであろうとしている2011年7月に行われた週間高速道路405号線の週末 閉鎖時には20.000人がメトロリンクを利用した結果、週末利用者数が前年度同様の週末と比べ50%増となっており、同じく2011年に沿線であるローズボールで行われた U2 の世界ツアー時に更新された乗車数記録の10%増であり、これまでの乗車記録数を大幅に更新する結果となっている。 サンクレメンテピア駅近郊を走るメトロリンクメトロリンクの人気度上昇により新駅や新システム導入など拡張計画が検討されており駅付属の駐車場の拡張なども行われている2010年ペリスバレー線が計画中であり延伸され91線と結ぶことでリバーサイドからペリスまでをつなげる予定である91線に オレンジ郡北部の利用客を目的とした新駅として、プラセンティア駅が計画されており、2012年から2013年に、掛け着工が予定されている。完成すれば91線としては、他の路線と共有することのない初の独立駅となる。サンバーナーディの駅から、東方向、レッドランズとメントンまで14キロの延伸計画が、 サンバーナーディの政府協会により検討されている。政府協会は単純にメトロリンクを延伸させるかバスラピッドトランジットによる接続または新たにライトレールを付設するか検討中である。ロサンゼルス軍都市交通局はこの通勤列車網をイングルード、ロサンゼルス国際空港 ロングビーチやロサンゼルス港など南西地区まで延伸させることを提案している。メトロリンクの延伸か、バスラピッドトランジット、ライトレールのいずれかを採用する決定にまでは至っていない。2008年、ロビーストは91線のリバーサイドラシエラ駅からテメキュラまでの南西方向への延伸をしている。この提案は30年前に廃止された。 貨物船を活用することが可能であるが、廃止から、年月が経過しているため、修繕費用が高額になることが懸念されている。にもかかわらずリバーサイド軍交通委員会は、近郊通勤列車の可能性検討会において、唯一の可能性としてこの案を提唱している。リバーサイド軍の東端となる、コアチェラバレー地区の住民は、 ロサンゼルスやオレンジ軍への通勤列車を要求しているが、域内に軌道を保有する、ユニオンパシフィック鉄道は、旅客輸送に対し反対の立場を表明している。にもかかわらずコアチェラバレー協会は、アムトラック協力のもと、91線を利用した、ロサンゼルスユニオン駅から、リバーサイドダウンタウン駅を経由した、パームスプリングスやインディオ地区への1日に、 往復程度の運行可能性を探っていることが明らかになっている。2005年のカリフォルニア州鉄道計画では、この事業プランは少なくとも5億ドルの費用がかかるで、あろうとの報告がなされている。ロサンゼルスダウンタウンに所在する、メトロリンク本社が入居する MCI、センタービル南カリフォルニア地域鉄道局は、ロサンゼルス軍都市圏交通局、オレンジ軍交通局、 リバーサイド軍交通委員会、サンバーナーディーの政府協会、ベンチュラ軍交通委員会からなる5軍によって構成されており、その他、職権委員として、南カリフォルニア政府協会、サンディエゴ政府協会とカリフォルニア州がメンバーとして、連ねる。南カリフォルニア地域鉄道局本部は、メトロ線、ユニオン駅にあるまたビルディングに所在する。 メトロリンクは5年契約で運営されており、2010年には1億6810万ドルの運営予算が割り当てられている。セントラルメンテナンスファシリティは、ロサンゼルス側の東岸にあり、フリーウェイ5号線と110号線のインターセクション付近に位置する。この施設は、メトロリンクの車両整備を受け負っている、ボンバルディアトランスポーテーションによって運営されている。 ボンバルディア社製客車の2階部分コースター、スチュアート・メサ整備施設は、サンディエゴ・コースト・エクスプレス・レールの整備施設であり、アムトラックが使用するサンクレメンテフ島駅とオーシャンサイド駅の中間にあり、アメリカ海兵隊基地がある、キャンプ・ペンドルトンの南西に位置している。この施設は、北軍トランジット地区の所有であるが、メトロリンクによる乗り入れが行われている。 サンバーナーディのグンコルトンに位置する。2010年5月に開催されたイベントには、衝撃耐性車両が展示された。エレクトロモーティブディーゼル車製のプクスプレス MP36PH-3C 型。890号車牽引される、ボンバルディア車製のバイレベルジェネレーション2型客車。171号車ボンバルディア車線客車の自転車。 搭載車両表示、メトロリンクは52両の機関車と171両の、ボンバルディア製の2階建て客車と制御車、対衝撃構造が採用された新型である117両の、現代、ロテム製の2階建て客車と制御車によって、構成されている。また旧式であるボンバルディア製と新型であるロテム、製の置き換えを実施しており、現代、 ロテムと総日共同による161両、総額340億円の受注を獲得している。この車両購入費用は、アメリカ政府の資金援助を受けているため倍アメリカン条項の規定により、車両の最終組み立ては、ロテムのフィラデルフィア工場で行われる。ロテムに追加発注された36両は、 メトロリンクがラックモタより融資が得られた後に発注した車両であるが、すべての車両を置き換えるには32両ほど足りていない。継続的に新型車両を受領するために、それまでリースしていた機器のすべてを返却しているほか、2009年あたりからメトロリンクが保有する車両重量をユタ州交通局が運行するフロントランナーに対しリースしている。 メトロリンクは最近、現在運行するにあたり必要な数の新型車両を十分に保有していると最高経営責任者である、ジョン・フェントンが伝えている。平日すべてにおいて最低でも一両は、クワイエットカーと呼ばれる、静かな車両が配置されているほか、一階部分の座席が一部、取り払われた、サーフボード、自転車専用車両が、 ボンバルディア製ではあるものの継続して使用され続けている。この二つのサービスは発表当初から好意的に受け入れられた。メトロリンクが保有する車両は白地に青の線が描かれたメトロリンクカラーが施されている。新デザインとして白地に緑と青、ロテム製の客車や製業車は銀色の下地に緑と青のリボンと呼ばれる塗装パターンが採用されており、 新車並びに修理点検などで工場に入庫した車両は順次新塗装への変更が行われている。2002年4月23日8時10分、オレンジ郡プラセンチアで BNSF 鉄道が運行する貨物列車とメトロリンクの通勤列車が正面衝突し、2名死亡、22名が渋滞となった。双方の車両ともに、 東西の同一軌道線上を走行しており、メトロリンクに通行券があり、BNSF の貨物列車は行き違い施設に侵入後停車し、メトロリンクを通過させる予定であったが、赤信号を見落としそのまま本線上を走行した。赤信号を1.5マイル進んだ後に木が月減速するが間に合わず接触。メトロリンクは走行してくる。 貨物列車を視認し停車したが直後貨物列車が衝突した。事前に減速を知らせる信号が故障していた可能性も疑われたが NTSB は貨物列車運転士のヒューマンエラーと結論付けた。2005年1月26日6時3分自殺目的で線路内に駐車した SUV にロサンゼルス行き登り通勤列車が接触脱線しこれに 反対側から走行してきた下り列車が接触脱線した。この接触により上り列車は転覆し、さらに事故現場は待機場が設けてあり、旅客列車の通過待ちをしていたサザンパシフィック鉄道の貨物列車に脱線した下り列車が衝突し、下り列車と貨物列車の機関車までもが脱線転覆する大事故となった。 この事故で11名が死亡し非番の保安官や車掌、含む100名が負傷、このうち40名が重傷を負った。駐車した、運転手は駐車後に気が、代わり車から離れていたため無事であった。運転手は殺人及び電車破壊の容疑で逮捕され、2008年6月26日、11人の殺人罪で仮釈放なしの終身刑が宣告された。 救助活動が行われている脱線転覆した車両2008年9月12日16時22分ベンチュラカウンティ線のチャッツワースシミバレー館において乗客222人を乗せたメトロリンクがユニオンパシフィック鉄道の貨物列車と正面衝突し135人が負傷メトロリンクの男性運転士を含む25名が死亡した 負傷者135名中81名は、搬送先の病院で重篤と判断された。車両速度が出ていたため、機関車が客車にのめり込む形となり、被害が拡大している。事故原因を調査するにあたって、当初は車両の故障などが推定されたが、そういった様子はなく、一方で、衝突直前のメトロリンク側が、 速度超過を犯していた上にブレーキをかけた形跡もなかったことから男性運転士に焦点が当てられた。実は男性運転士は運転中の携帯電話の操作を常習しており注意力3万になって列車交換を行うべき単線区間の手前の赤信号を見落としたことが衝突の原因であった。男性運転士の携帯電話は 事故車両の残骸から回収できなかったが、携帯電話会社に残された通話記録で電子メールの送信回数や内容を確かめることは可能であった。それにより、当日だけでもメールのやり取りを往復20回以上行っていたほか、衝突の22秒前にもメール送信していた事実が明らかになった。2015年2月24日5時44分。 ベンチュラカウンティ線をユニオミ駅に向かっていた五両編成り上がり列車がオックスナード駅を出発後3.2キロ進んだ踏切上で立ち往生していたトレーラーを牽引していたフォードピックアップトラックに接触し脱線した。駅を離れた後の加速状態で103キロに達して降り急ブレーキをかけるが90キロの高速でトラックに衝突している。この衝突で トレーラーが炎上し、3両が脱線転覆し48人の乗客のうち28人が病院に搬送され、その後1人が死亡している。またこのトラックを運転していた運転手は現場から1.6キロほど離れた場所で身柄を拘束されている。ありがとうございます。